食品科学の研究室食品科学研究室の機械オーストラリアで働く食品科学者食品科学の研究もまた食品科学において重要性を増している加えて微生物はチーズやヨーグルトパンビールワインなどを含む食品の発酵において欠かすことのできない役割を果たしている食品包装・食品包装とは食品を製造販売する際 品質を保ちながら保存するため放送を行う技術である。食品放送の主な対象は物理的な保護によるものが多い。多くの場合、食品放送には特定の食品の栄養価を含めた情報が記載されている。食品放送はほとんどの場合、放送用機械を用いて行われる。食品保存は食品の品質を低下させる原因と対策を 研究対象とする。食品代用は、ある食品を他の材料で置き換える技術を指し、特にコスト削減の観点で利用されることが多い。食品代用の技術は、食品の形状、色、食感、香りを保ちつつ、脂肪や砂糖、カロリーを削減するために使用されることもある。食品技術は、食品の技術面に注目する。 食品技術に関する初期の関心は食品の保存に集中していた。1810年、ニコラ・アペールによる瓶詰め加工技術開発は画期的な出来事であった。当時この加工工程は瓶詰めと呼ばれておらず、アペールは実際に自分が開発した原理について理解していなかったが、瓶詰め加工技術は食品保存技術上極めて大きな影響を与えた。 分子ガストロノミーは調理工程や社会的、芸術的ガストロノミー現象について科学的に考察する学問である。商品開発の中には食品科学を応用した新たな食品の発明が含まれる。品質管理を行う技術者品質管理には食中毒の原因と防止策が含まれる。官能検査は消費者が食品から受ける印象を研究する。 アメリカ合衆国では食品科学は主にランドグラント大学で研究されることが多い。アメリカ合衆国における食品科学の先駆者の多くはランドグラント大学で科学的問題に取り組んだ女性であったが19世紀終わりから20世紀初頭の時期にあって彼女らは大学卒業も根強く残る性差別主義のため仕事を見つけられないでいた。 当時は女性に対しては学問上のキャリアパスを閉ざすことが一般的であり、彼女らは家政学の専任講師として雇用され、近代における食品科学の多くの計画の推進に貢献した。食品科学と食品技術を取り扱うアメリカ合衆国の主な研究機関としては、イリノイ州のシカゴに本部を置く食品技術研究所がある。イフトは、 国際食品科学技術連合に加盟している。オーストラリア連邦科学産業研究機構は、オーストラリアにある科学研究に関する連邦政府の研究機関である。白は、オーストラリア国内に50以上の拠点を持つほか、フランスとメキシコに生物制御の調査組織を持つ。白では、約6500人の研究員が働いている。韓国食品科学技術学会は、 食品科学に関する韓国内発の学会であると主張している。食品科学に関する著名な雑誌としては以下のものがある。食品科学やキッチンサイエンスについて触れた一般書籍としてはハロルド・マクギーやハワード・ヒルマンらによる著書がある。ありがとうございます。